コバティの高濃度炭治温泉始まるよ。いやこんばんは、コバティです。ですね、今日何日よ。11月25日月曜日。うわあ、だ1週間あるんかいや。肉体労働をしているコバティは明日のお弁当の下ごしらえをして、やっと寝れると思ったらなんかざわざわして寝れなくて、そう昼間にわしの友達のあゆさん、友達2個上やからな、先輩かな、あゆさんの YouTube を見て、あ、こんな感じでもいいなと思ってこんなまあわしの動画もグダグダやけど、いつもなグダグダやけど、あゆさん先輩なんやけど、あ、いるちゃんあゆさん先輩やけど、すごい尊敬してるん してるんやけど、まあたまにね、なんか言葉が通じない時があって、地球語、宇宙語はすごいと思うんだけど、地球語が通じないところがあって、すごく大好きなね人なんですけど、その人の動画を見て、あ、わしもそこそこやけど、あゆさんすげえなと思ったから、まあ今日はもうノープラン、脳がプラーンって感じで、ゆるちゃん、まあ、じゃあゆるちゃんで、ちょっと喋ってみようかなと思っております。歌も歌えるかな。まあ、んで弁当、あ、そう弁当の話なんやけど、コバって今一日玄米1合ね、玄米1合とあと草食って生きています。草ってまあまあ野菜ね、野菜。ビーガン、なんていうの、ビーガン、ベジタリアン、ビーガン、まあその辺のなんか違いはわからんないけど、ビーガンでもないし、ベジタリアンでもないけど、卵も、ゆで卵大好き。バットです。
坂東英二さんの次に日本でゆで卵好きぐらい、結構ゆで卵を、ゆで卵、それもゆで卵にマヨネーズかけるんやね。マヨネーズつけて食べるのが好きやし、あとわしの出身地香川県はうどん県って言われとるけど、うどんだけやないんやで。うどんだけやなくて、骨付き鳥っていう名物があって、鳥のももやな。もも、もも、もも、危ない危ない。もも、鳥の、そうそう、ももを食べる習慣があって、これが美味しいんや。だから東京に、初めて東京に来た時にバイトの先輩に焼き鳥屋さんに連れて行ってもらって、焼き鳥食べたら焼き鳥食べた時に、困ってよ、もうこんなこれぐらいのももをカーッてワイルドにワイルドに食べてたんだけど、なんかちっちゃいちっちゃいのが口に刺さって、口に刺さってるのを見てカルチャーショックで、何よこれと思って、でついね、田舎もんやからちっちゃって言っちゃったんだよね。で 先輩のご機嫌を損ねて、なんか悪い雰囲気になったんやけど、コバティにとって焼き鳥っていうのは鳥のもも、だったんね。これぐらいかな、これぐらいかな、画面でわかんない、こわっ、このガイっていうのが焼き鳥だったんだよ。だから、だから鶏さん系は本当に申し訳ありませんって言ってたまに食べてますけど、四本足は豚さんとか牛さんとかは何ヶ月も食べてないんですよね。で一日に玄米1合しか食ってないから、こうやってこう見えても猫背やからよう分からんかもしれんけど、180センチくらいあってね、座高は、あ、最近座高って測らんらしいけど、座高110センチあるやん。座高110センチあって180センチってことは、また下が、まあ短いわな。典型的な日本人の体型なんやけど、で、平均体重がね、コバティの平均体重が65キロぐらいで、すごい体調子いいかなと思ってたんだよね。でもなんか日本人の平均は180あったら70キロぐらいは欲しいなっていう感じなんかな。でもコバティ、数年前にね、初期のね、胃がんをやっちゃって、胃がね、皆さんの胃より3分の1ぐらいしかないんですよ。だから、何食べてもね、すぐお腹いっぱいになっちゃう。だから、どんどんね、痩せ衰えて、衰えてまだ衰えとらんわや、痩せてって今ね、まあ普通肉食ってた頃はまあ65キロをなんとなくキープしとったんやけど、玄米1日
いちごあと漬物とかあと野菜とか食いよったらめちゃくちゃ健康なんだよね。めちゃくちゃ健康なんやけど、この前あの箱根に行ったやろ、小鉢のうち多重計ね、心は裕福でも貧乏やから心は裕福なんだよ。でもまあまあまあ3時間ではまあ貧乏の部類に入るから、箱根に行って久しぶりに体重計持ったら55キロになった。びっくりやな。10キロ減。ああまあそれでも小バティは一応こんな華奢な体してて、なでがたやろ、なでがたやろ、ほらほらこうやってなでがたなんですよ。華奢な体してて肉体労働を一応やってるんで、でも全然辛くなくて、うん、仕事も難なくはこなせてないけど、まあまあそれなりにやれてるんですよね、うん、だから本当なんかね、うん、ちょっと そうだね、なんかね、ああ、地球と宇宙のバランスを取る時期かなと思って、今まあ、今次元がざわ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 とざわざわざわってざわ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 ってしとるやんね。 11pm しとる人は笑ってください。ねだからなんかね、ふわ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 、コバティはいつでもふわ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 ってしてるんだけど、ファッファッファッファーだけじゃダメなんだ、ダメなんだよね。なんかこうバランスがあるんだよね。アーシングっていうの？アーシング。そうそう、グランディングか、グランディング。だから地球、だから3次元と4次元のあと5次元もよう分からんけど、なんかそう日本人はその辺うまいやん。バランス取るのね、うん、だからそういうのが必要かなと思ってます。うん、なんか、うん、せっかくねこうこのこんな大変な時代やで、こんな大変な時に地球に生まれてきたから楽しむしかないやん、ね、三次元を楽しむしかないと思ってるから、うんうん、そうそうそう、あのねやばいなこれ、やばいことになってきたな。えへん喋るで、永遠に喋るモードになってきた。いやーこいつのせいか、いやお酒のせいにしちゃダメだよ、ダメだよ、ダメ。あのね、なんかね
ああ、この後歌おうと思ってたのに。そうそう、今ね、素粒水っていうのを試してるんですよ。素粒水、素のなんとかの水、それがね、素粒水のお風呂に入ると超気持ちよくて、なんか、そうそう、なんかね、ざわざわするんですよ。私くばっていつもざわざわしてるんですけど、ざわざわ、ざわわ、ざわわ、ざわ、森山良子じゃないわ。まあ、もうあの人はすごい人ですけどね。だから、なんかね、とりあえずね、皆さんのことは知りませんよ。皆さんのことは知りませんけど、コバティはね、今ね、なんか、宇宙から、ちょっと落ち着けと、ね。ええおっさんが、そこまでざわざわするなと、ちょっと落ち着けって言われてるんで、今年はちょっと抑えて落ち着いて、もう今年ってもうあと数ヶ月、1ヶ月も1ヶ月ちょいやろ、落ち着いて生きようと思ってるんで、うん、うん、いやー、さっき素粒水素粒水っていうのをちょっと気になる人は調べてみてください。素粒水のシャワーを浴びてるときに音玉が降りてきたんだけど、すっかり忘れちゃいました。これ違うやつやん。あ、そう。でも、うん。コバティのチャンネル名何やったっけ？あ、高濃度単純温泉やったかな？うん。そうそう。だから、歌がないと閉まらんねえな。弱ったな。あ、あとね、わし、グループライン、だからなんかああいうなんかグルー、私はもうずっと、あ、ゲームはたけた？あ、そう、ありがとう。ね、大、うん、なんかね、福チーヌにも言われたけど、なんか、その他の人らしいや。だからなんか、うん、いつも孤独やったんやな。孤独。だから、こう、何、大勢で何かをするっていうのが超苦手で、いつも疎外感っていうのを感じ取ったんやけど、箱根行った後に、綺麗なお嬢様たちとお友達になって、初めてやで、LINE のグループとか作ったの。もう楽しくてしょうがないんだよね、今ね。うん。うん。まあ、
僕は大人だからいつもスマホはマナーボン、マナーモード、マナーモードにしてるんだけど、プル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 言うわけよ。仕事してても、肉体労働してても、まあこの辺でプル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 言うわけよ。でももう今はね、それがね嬉しくてね。つながってる、一人じゃないんだ。一人じゃないって素敵なことさって誰が歌いよったかな。まあそういう感じで今生きております。皆さんに支えられて生きております。ちょっと待って、アイスさんのプト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 忘れたな。俺モノマネのクオリティ超低いからな、まあね。あ、なんか音、じゃあこのままじゃ閉まらんから、ちょっとなんとなくそう音楽で締めてみようかな。音楽なくていいの？音楽は小バティ的に昔からね、もう LINE が入ってきとるな。お嬢様たち激しいわ。子供の時からね、なんか音が聞こえてくるんですよ。なんか多分宇宙から音が聞こえてきて、なんやろうなーって。でも心地いいなって思って、なんか、宇宙ってさ、真空じゃん。真空やのにその宇宙から音が聞こえてくるっていうことは、別の星からね、空気のある星から来とるいうことやん。不思議やなーって子供の時から思っとったやな。なんかね、音が聞こえてくんだよね。全然コバティはチャネリングとかさ、そういう能力は一切ございません。でも感じてはいたんだよね。だからね、なんや、あ、これみんな引くと思うけど、これ箱根のホテル、なんや、アンバサダー、なんやったか忘れたわ。のカラオケルームでごちゃごちゃしよって、かわいいって言ってもらってきたコースだ。万引きや、万引き、みんな引け、手癖悪いおっさんに引け。
ほら。ほら。畳やで。畳のコースター。まあまあまあ。まあまあまあ。歌うかな。 LINE グループがうるさいの。チャ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 入ってくる。もうええわ。ですね、じゃあ歌うか。歌わんとしまらんな。一応高濃度単純温泉だから、景品東北線の音が横からペペペペペペって言ったけど、こんなもんでええんちゃうかな。ええか、ええのんかい。いやー、これをアップするかオクラにするかは明日の朝シラフになった私の選択です。編集室、そうそう、編集がね、めんどくさくてね、誰かなんか、あゆさんもそうだよ、あゆさん、あゆさん、ちょっとね、地に足がついてないし、求心が結構いるのよ。そういう人を、誰かおるやろがや。誰かおるやろ。サポートしてくれる人がいたらね。プロデュースとかさ、なんか、してくれる人がいる。あ、玄米完全に炊けたの。あっす。してくれる人がいいと思われます。コバティでした。あ、日本の北浦は北浦和からニュージーに愛を込めてコバティです。ありがとう。これありがとう、ありがとうっての岡山弁やからな。ありがとう、ありがとう、オブリガート、これブラジル語、ありがとう、オブリガート、ニトレロ、すべては日本語から始まってるんです。ありがとう。